はい、おはようございます。9月の27の朝です。今日はちょっと悲しいニュースを聞きまして、長竿の方を持ってます。で、友達とかがよくカバーしてましたね。まあ僕は披露したことないんですけど。ということでご冥福をお祈りいたします。さあ今日はラグビースクールとバドミントンですね。バドミントン、はい、こちらも頑張っていこうと思います。それでは皆さんも頑張ってくださいね。